はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はベルファストでございます、はい、3月25日から全国ロードショーなんですけれども、はい、実はこの作品本年度のね、うん、アカデミー賞候補、うん、最有力候補でございまして、はい、東京と、梅田、大阪の梅田では、うん、18日からロードショーが始まっております、はい、どんな内容なのか大輔さんにプレスを読んでもらいましょう、はい、ベルファスト。ベルファストで生まれ育ったバディは家族と友達に囲まれ、映画や音楽を楽しみ充実した毎日を過ごす9歳の少年。たくさんの笑顔と愛に包まれる日常は彼にとって完璧な世界だった。しかし1969年8月15日、バディの穏やかな世界は突然の暴動により悪夢へと変わってしまう。プロテスタントの武装集団が町のカトリック住民への攻撃を始めたのだ。住民すべてが顔なじみで、まるで一つの家族のようだったベルファストは、この日を境に分断されていく。暴力と隣り合わせの日々の中、バディと家族たちは故郷を離れるか否かの決断に迫られる。はい、ベルファストでございますけれども、はい、ある意味すごいタイムリーな映画でして、はい、まあ、これ同じ民族同士の30年も続いた戦争なんですよね、はい、俳優で監督のケネス・ブラナーが、全部総指揮を取りました。で、故郷ベルファストでの小さい時、彼が9歳の時の体験をもとに描いた作品でございます。で、この映画ですね、はい、一部を除いてモノクロでございます、うん、ああ、なるほど、はい、多分幼い子はこういうふうに見えちゃったのかなっていう表現かなとも琴姫は思いましたけど、皆さんはどう思われるでしょうかね。ただモノクロでもなんかね、モノクロと感じさせないすごい躍動感があって、で、ね、主役のバディ君は、はい、この作品のオーディションで選ばれて初出演したジュード・ヒル君っていう男の子が、ね、とても上手に演じてましたけれども、はい、まあ、子供だからね、うん、お父さんとお母さんと優しいお兄さんと、うん、おじいさんとおばあさんと暮らして、はい、幸せにね、毎日を、ね、うん、遊んで、はい、ちょっとだけ勉強してるわけですよ、ね、ところがですね、ある日のことですね、はい、まあ、暴動が起きるんです、うん、なんで暴動が起きたんでしょうか。キリスト教の異なる宗派のために起きちゃったんですね、うん、はい、で、暴動を起こしたのはプロテスタントと言われる人たちなんですけれども、カトリックというもともとの、キリスト教の中心があったんですけれども、いろいろ問題があっていくつかに宗派が分かれてて、このベルファストでは、プロテスタントの人が3分の2ぐらいで、カトリックの人は3分の1ぐらい、そして、プロテスタントの、こういったの民衆扇動家っていうのがいるんですけど、あ、なるほど、こう煽り立てるってことですね。煽り立てるビリーっていう男がね、うん、率いてね、いきなり暴動が起きました、うん、もうガラス窓は割れるわ、車はひっくり返るわ、うん、で、街の通りで、ね、はい、遊んでたバディ君たちは、はい、もう命からがら、うんうんうん、お家にね戻ってきます、はい、何が起こったかわからない、うん、はい、それでね、バディ君のお父さんはね、イギリスへ出稼ぎに行っています。まあ、そうなんですね、ちょうど、うん、なかなか腕のいい建築家なんですよ、はい、いいお父さんで、でちょっとお金のことに問題があるかな。でもお父さんもね、心配してお家買ってきました、うんうんうん、そしたらね、この扇動家がね、バディ君のうちもやはりプロテスタントなんですよ、うんうんうん、で、一緒に仲間に入ってね、カトリックを追い出そうって言うんですよ、うん、でもお父さんは絶対入んない、うんうんうん、俺はね、こんなね乱暴なことするの嫌だって、うん、だから同じ例えばグループでもみんな考え方は違うんですよね。そうですね、うん、で、そうしているうちにどんどんね、テロがひどくなっていきます、うん、警察も出てきました、うん、で、はたまたこれからどうなっていくんでしょうか。なんか仕事もできないし、うん、いつ死んじゃうかわからない。そうですね、で、お父さんがね、イギリスの会社がね、お家も用意してくれるし、うんうんうん、あっちの方が子供たちに
いい教育をねしてあげられるから、うん、イギリスに行こうって言うんですけれども、お母さんは方言を笑われちゃうわ、うん、それとベルファストは故郷なの。このベルファストというのはまるでね、町全体が家族のようにすごい仲のいい町だったんですよね、うん、どうしてこんなことになってしまったんでしょうかっていうことを聞きたい映画なんでしょうかね、うんうん、あのね、なんかこういった同じキリスト教なのにこれだけの争いが起きるって困ったなと思いながら見てましたけれどもね、うん、今のね現実に起きている、争いも早く収まってほしいものでございます、はい、ベルファースト3月25日から全国でロードショーが始まります、はい、どうぞご覧くださいませ。